皆さんは箱根駅伝をご存知だろうか。毎年1月2日と3日に開催される東京箱根間を往復する駅伝だ。アニメ化もされた小説風が強く吹いているの舞台にもなった競技だ。初日は5人のランナーが東京大手町から鶴見、戸塚、平塚、小田原とつないで 107.5 キロ離れた箱根芦ノ湖を目指す。そして今日この果てしなく長い道のりに一人で挑もうとする男がいた。5月6日に30歳の誕生日を迎えるこの男、20代最後の挑戦として大手町から芦ノ湖まで5区間を一人で歩き切るという。挑戦は3日間に分けて行われる。初日は1区と2区を歩き戸塚までの 44.4 キロ、2日目は3区と4区を歩き小田原までの 42.3 キロ、そして最終日に箱根の山に挑みゴールを目指す。さあ、長い長い道のりがスタートした。男の20代最後の挑戦を見届けよう。ついにスタートしてしまいました。正直ですね、これ本当に達成できるのかどうか全く予想がつかないです。さあ、東京駅に別れを告げます。果たして何時間かかるのでしょうか。1区は東京大手町から横浜市の鶴見までの 21.3 キロ、アップダウンがほとんどない平坦なコースで約18キロ地点にある6号橋から神奈川県に入る。全区間を歩き切るにはこの区間は楽々クリアできないと達成は難しくなるだろう。はい、出発からおよそ10キロほどですね、品川区の鮫洲駅というところまで、到着しました。まあ、今のところねまだ全然足も大丈夫なんですけど、まあ、余裕をですね言えるのもねここまでかもしれないので、少しですね休んで、これからに備えたいと思います。無事に1区の中間点にたどり着いた男はそのまま15キロ地点の京急蒲田駅も通過。そしてそこから3キロほど歩きついに1区のポイントとなる6号橋までたどり着いた。長い橋を渡り切ろうとした時ついに東京都の終わりが見えてきた。さあ、出発から18キロおよそ3時間半で、たどり着きました。多摩川を渡りましてついに東京都を抜けて神奈川県に入ります。さあ、ここからですね1区の、ゴールまであと3キロほどです。最後まで頑張っていきます。出発しておよそ4時間ですね、横浜市に入ります。そして入ってすぐですね、1区のゴールが見えてきます。1区のゴール、鶴見中継所までたどり着きました。まあ、今のところね足の筋肉の状態も全然悪くないですし、ちょっと足の裏が痛いぐらいなので今日はですねこの後半戦も頑張れそうです。少しここで休憩して、残り23キロぐらいですね、頑張っていきたいと思います。それではここからですね、2区歩いていきたいと思います。難なく1区をクリアした男はそのまま2区に挑む。2区は花の2区とも呼ばれ各チームのエースが集う区間だ。最長区間というだけでなく後半には東海道最初の難所と言われる権太坂、そして最後の3キロの上りは戸塚の壁と言われ最後まで選手たちを苦しめる。この過酷な区間を攻略することができるのか。はい、出発してから5時間30分、ちょうど30キロぐらいの地点にあります横浜駅までやってきました。2区もこれで3分の1は過ぎましたかね。ただですねここからが2区は本当に大変な道が待ってますので、これからもですね気を引き締めてやっていきたいと思います。戸塚が今日のゴール、そして小田原が明日のゴールですね。はい、今日のゴールは結構近づいてきましたね。今日は残り4分の1ぐらいですね。まあ、ただこの4分の1の中に大変な道が待ち受けているので、まあ実際はまだあと3分の1以上あるという気持ちでですねやっていった方がいいかもしれないね。さあ頑張ろう。さあ、ここからがですね権太坂になります。この坂がですね、東京から、大阪まで、歩いて、行く時の東京方面の最初の難所と言われているところですね。さあこの坂をまずは登り切る必要があります。さあここからが2区の本番ですね。ついに2区の難所権太坂に入った。順調に坂を登っていき権太坂上という場所まで到着。難所を攻略したかに思えたがそんなに甘くはなかった。あれ権太坂上ってとこからもまた全然坂あるやん。あれはちょっと安心しちゃうからなちょっとやめてほしいな。あれまだまだ坂続きますね。頑張ろう。
ようやく下り坂になりましたね。ついに権太坂を登りきりました。さあ坂を下るところで横浜市戸塚区に入ります。今日のゴールも戸塚区にあるので、さああとラストスパート残り7キロです。だいたい1時間半ぐらいかな。さあ頑張りましょう。難所の権太坂を乗り越え、ついに残り5キロを切った。しかしここで突然の大雨、しかも一部コースに歩行者禁止区域があることが発覚。急遽別ルートへの迂回を余儀なくされ、余分な距離が加算される。いやーもう最後の最後にもう本当に試練を与えられたって感じですね。はい、まあ、残り30分ぐらいなんですけど、まあ、雨の中で大変なんですけど最後まで頑張りたいと思います。ここまで40キロ近く進んできた男に初日最後の試練が襲いかかる。男は無事ゴールにたどり着くことができるのだろうか。ついに残り1キロになりました。いやもう最後5キロぐらいも土砂降りで本当心折れそうになったんですけど、なんとか雨も上がってきてゴールできそうです。いややっぱり箱根に挑むのは本当に一筋縄ではいかないですね。さあ最後残り1キロ、この1キロですね、最後戸塚の壁と言われる区間でして、最後にですねものすごい坂が待ってます。この坂を登り切ったら、2区のゴール、そして今日のゴールになります。もうすでにですね44キロ歩いておりまして、もうフルマラソンの距離超えてまして、もう足の裏の感覚もなくなってきてます。もう最後ですね、もう気合い入れてゴールまで向かいたいと思います。わあついにゴールが見えた。ゴールの釣り具店が見えました。いや達成感がすごいなこれ。見えた、この釣り具屋、これがゴールです。ついにゴールまでやってきました。はい、ということで、東京大手町を出発してから、8時間35分、2区のゴールまでたどり着くことができました。本当に達成感がすごいです。ただ、明日も明後日もまだ2日残ってますので、今日は体をゆっくり休めて明日からの2日に備えたいと思います。今日はゆっくり休めます。皆さんお疲れ様でした。から湘南海岸に入ってきます。平塚市に入ります。70キロ歩いてきました。足が思うように動かなくなってきて、とメンタル的にも来てますね。試練ですね。